ドスドス先週っぽくないけど雰囲気はどうでしょうね僕はどこにいるんでしょうねみんながみんなねその土地土地土地のっぽい顔してるわけではないですからね、うん、例えば今日京都のど真ん中に住んでるけどもうなんか大阪の人にしか見えないみたいな人っていると思うしね。うん そうなのまあ、わかんないですよ。実はだん、だんじり大好きな息子さん、どうでしょう。僕だんじりするように見えます <laughs>、うんうん。泉さん、神戸顔でもね、神戸顔ってあるんですか。うーん。あ、でも京都顔はね、ちょ、ちょっと僕わかります。京都顔。うん。なんかね。まあ、んなんか目が細めでね。 なんかこうちょ,ちょっとこうカクッとした顔というか、うん、なんか僕勝手にそう思ってるんです京都顔でもみんながそんな顔してるわけじゃないですけどね「ど、うん、スコイ様の関西弁は大阪北部っぽくないんだよねそうですかどうなんでしょうね」<laughs> <laughs> <笑><笑>うんまあど,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 どうだろんい,いろんな人いますようん。 見受けにさ、意外と神戸だったですけどう <laughs> もうどうでしょうしか言わないですけどね意外と僕神戸のなんかタワーマンションに実はタワーマンションでしたみたいなね、うん、実はここは別荘で実はほんといついつ普段はタワーマンションに住んでましたみたいなね、うん、あのー、ね撮影の時だけこの別荘に来てね あの n <laughs>